フリッツ・バイエル・ラインは第二次世界大戦中のドイツの軍人。エルビン・ロンメル期間のドイツ・アフリカ軍団などで実績を積み、各部隊士団長を歴任した。最終階級はドイツ陸軍中将。ロンメルらと会議中からバイエル・ライン・ビュルツブルグに出生。第一次世界大戦中の1917年に第二両兵大隊に士官候補生として配属され。 各地での前線勤務に従事。戦後も軍に残り、1922年に第21不評連隊で少尉に昇進した。陸軍大学に学んで参謀教育を受ける。1935年、第15軍団で参謀退位。1938年に少佐に昇進。直後に第3総工師団次席参謀に就任した。1939年4月。 第10装甲師団主席作戦参謀に転じ、第2次世界大戦の端緒となったポーランド侵攻に従軍。1940年2月に転属となり、西方戦役及びバルバロッサ作戦には、第19装甲軍団主席参謀として従軍した。同年9月に中佐に昇進していたバイエルラインは、1941年10月に、 エルビン・ロンメル率いるドイツ・アフリカ軍団参謀長に任命された。選考により1941年11月に騎士鉄十字章を受章。1942年4月に大佐に昇進し、同年10月にドイツ十字章金章を受章した。同年12月、アフリカ総工軍参謀長となり、翌年3月に少々に昇進。1週間後に、 イタリア第一軍参謀長に転じた。1943年のアフリカでの最終的な敗北後、バイエルラインは陸軍総司令部総統予備となり、同年7月に白洋付き士鉄十字章を受章した。1943年10月、第三総工師団長に任命され、ドニエプル川、は、ついでキロボフラードチェルカー水周辺で赤軍の攻勢を防いだ。 1944年1月、総甲共同師団の編成を命じられ、2月にその師団長に任命され、ついで5月に中将に昇進した。総甲共同師団はフランスに配置転換され、ノルマンディに上陸した連合軍を迎え撃った。バイエルラインの部隊は、ティリー、サンドー、アブランシュで戦い、その選考により7月に、白洋剣付騎士鉄十字章を受章した。 同志団を率いて12月のバルジの戦いにも参加した。1945年2月に第53軍団司令官に転じたが、ルール地方で連合軍に包囲された。バイエルラインは4月15日に軍団ごと降伏し、部隊ごと正式に降伏したドイツ国防軍最初の将軍となった降伏後、アメリカ軍の捕虜となり1947年末に解放。 この間、戦闘記録や回顧録の執筆を始めている。1970年1月、故郷ビュルツブルグで死去。ありがとうございます。